んにちは、こんばんは、おはようございます。ソニンです。はい、今日の動画はスイカを食べましょう第2弾はい、第1弾の動画を皆さん見ていただけたでしょうか。前回はね、熊本県の熊本スイカを食べましたけども、初めて、この前回のスイカは見てなくて、ここでスイカ動画を、ソニンのスイカ動画を見たって方は、もしよかったら熊本スイカの方ちょっと見ていただければ、私がなんでこの動画を、撮ってるかっていうのがなんとなくわかると思いますので、はい、まあ、ざっくり言うとスイカが大好きなんです。で、まあ、丸ごと毎回ネットで注文して食べるわけですけども、スイカっていうのはここも具体的に前回の動画で説明してるんですけども、こう時期によって美味しいスイカがこう日本から南から北にこう上がっていくわけです。時期をずらして今日はどこのスイカを食べますかと言いますと、鳥取県産の大栄スイカ食べます。私大栄スイカ大好きなんですよね。大栄スイカの特徴はすごくね、まず大きい、いや、わかんない、私が頼んでいるネット注文しているところが特別大きいのを販売してるのかもしれないんですけど、私のイメージでは食べているどこのスイカよりも大きいイメージがあるんですよ。なので結構早く食べないといけないっていうプレッシャーがあるスイカでございます。でね、私前回の動画を見てスイカがいかに好きかっていうのを熱弁したんですけど、なんかうまいこと伝わってないんじゃないかなって思ってちょっと反省しまして、もう一回ちょっとこうまとめてこう皆さんに伝わるようになんとか言えないんじゃないかなと思って、なんでこんなに私がスイカを好きかと言いますと、いや、もちろんきっかけとかは前回の動画で話したの内容で合ってるんですが、私あんまりそんなに量を食べられないっていう話をしましたよね。で、かつここです、ここのポイントを忘れてました。かつ私ちょこちょこ食べるのが好きなんですよ。で、要はちょっとの量でお腹いっぱいになっちゃって空いて、ちょっと食べて空いて、ちょっと食べて空いてっていうことを普段から繰り返してるんですね。カロリーが多いものをとか、ちょっと太りやすいものをちょこちょこ食べると太っちゃうんだけど、スイカはもう満足いくからちょこちょこ毎回何回食べても消化もすごい早いし、カロリーも少ないし、デトックス効果があるっていうことで、ストレスなく食べれるっていうことで大好きっていうことです。伝わりましたかね？これを私は補助しとかないと理にかなってないかなって、前回の動画に足しときたいポイントでございました。というわけで早速スイカちゃんに登場していただきましょうか。大きさ分かります？私今真横に並んでるの分かるかな？ダメだ、持てない、本当にこんな感じ。私の 1.5 倍ぐらいあるから、そんなにない。とにかく大きいです。見て、こっちとかすごくない？もう冷蔵庫の中ですっごい存在感です。もう開けるたんびにデカって感じ。ここに見えるかな、ダイエースイカって書いてる、ここに。いやー、楽しみです。今年初の鳥取県産大栄スイカ食べてまいりましょう。前回同様スイカ用まな板を登場させたいと思います。じゃじゃじゃーん。じゃあスイカちゃん、でですね、皆さんスイカの切り方覚えていますか？よかったら具体的に前回のスイカ第1弾で、説明していますので、そちらも見つつおさらいしてください。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。で、私が普段どういう風に保存しているかっていうのも紹介していきたいと思います。それでは今年第2回目の入刀式を行いたいと思います。
鳥取県大栄スイカ。乾杯。チャンネル登録してね。ソニンオフィシャルチューブ。こちらが鳥取県産大エイスイカでございます。うわー、なんて言うんだろう、このさ、伝わってくるよね、このシャリシャリ感が。ちょっとね、お買い得品を買ったから中が少し割れてるけど、いやもう絶対美味しい。ねえ、わかります？スイカマニアの人わかるかな、ここのさ、このさ、わかる？シャリシャリ感。もう、わかるの。あ、もう私これが大好きなんですよ。もう、楽しみ。はい。というわけで、真っ二つに切ることができたので、ちっちゃいサイズに切って、試食サイズに切って食べていきたいと思います。種なしって憧れますよね。夢ですよね。もうスイカの種がなくなったら、もう欠点のない人みたいな。完璧。でも、この種があるからこそ、魅力的に感じるみたいなね。人間みたいに。いや、でも種がなかったら、私多分、永遠と食べ続けられるかも。そしたら、今年初の、鳥取県産大栄スイカファーストバイトいただきたいと思います。おいしい。やっぱね、シャリシャリ感が半端ないです、大栄スイカ。あの、前回食べた熊本スイカは、もしかして時期的なものも関係してたかもしれないんですけど、割と柔らかかったんですよ。もちろんシャリっていうのもあったんですけど、大栄スイカはすごく歯応えがあって、あのね、いや、当たり外れあるかもしれないんですけど、甘さは意外とさっぱりしてる。この間食べた熊本スイカの方が甘かったですよ。こう糖度で言うとね。いや、これなんだろう、ちょっとさ、いや、皆さんがスイカのイメージがどういうイメージなのかわからないんですけど、少し私が考える標準のスイカより食べ応えがあります。ちょっとね、大根に近いようなぐらい歯応えがあります。あと梨とかリンゴとか、梨の方が近いかな、水分があるから。でも、やっぱり噛んだ時にじわって水分が広がるのはもう本当にスイカならでは。いや、美味しい。これは結構歯ごたえもあるし、満足度高そうですね、大栄スイカ。あ、美味しいです。なんかもうだって、私全部食べてないけど、今で結構お腹がぐっと膨れましたもん。だから水分量はもしかして多いのかもしれない。なんか前回のは、濃密な感じがなくてっていうか、柔らかいからブヨブヨって食べれたけど、これは一個ごとにすごく水分がグワってくる感じで、多分密度がすごいんだと思います。じゃあここで私が普段どういう風に切って保存しているか。まあ、こんな大きいスイカなんて多分お子さんとかいらっしゃる、こう大家族というか結構家族で食べるぐらいの量だと思うんです。ただ私は、はい、一人で食べきります。前回の熊本スイカ、4日で食べきりました。はい。というわけで、どういうふうに、冷蔵庫の容量の問題もあるし、どういうふうに、切って保存しているかっていうのをここで今日紹介したいと思います。はい。じゃーん、タッパです。
これぐらいの大きい深さのあるタッパ。もうこれはね、スイカ用に買いました。あと1個あります。はい。スイカ用に買って、絶対夏には登場するっていう。もうほぼスイカ用ですね。ここに入れていくんです。毎回毎回食べるたびに切ったりしてるのめんどくさいので、そうですね。1日2日ぐらいで食べれる量、もしくはここにパンパンになるぐらいまでの量を、ここに切って入れていきたいと思います。でね、もうすごい、ちょっと待って、見えないからちょっと移動させるね。はい、まず、先ほどみたいに、なるべく種が取りやすいような切り方を、全部していきたいと思います。これはね、だいたいこう、どれぐらい入るかなって、多分読めてくるとは思うんですけど、だいたいこれだと、大きいスイカでも半分は、半分じゃないな、1/4は入ると思うんですよね。ちょっとそのスイカがどれぐらい大きいかによりますけど。そしたらこの状態でよく言うじゃないですか、スイカは真ん中が甘いって。でそれを均等にするためにこの上のとんがったところから中心にこういうふうに切っていきます。でここからまたこういうふうに斜めに切って、でここからまた最後こうやって半分に切る。こうすると、なるべく均等に甘さがいくってことで。でね、まあ、これ落ちちゃったんだけど。なんか、こういうの、こうポロってちょっと落ちちゃった。もうこれは入れちゃいます。この、スイカの皮の近くに、こうやって包丁入れちゃいます。この状態。で、この状態で入れてもいいし、もう本当に一口大にしたかったら、こんぐらい、こういう風に、で、カットして入れていきます。で、この皮はどうするかっていうのを後で説明します。とりあえず、ここ、切っていっちゃいますね。ある程度切りました。でね、すごいポイントなんですけど、実はこうやってスイカを入れていくとどんどん重なっていくんですよ。でこれを上から適当に重ねちゃうと押しつぶされちゃって水ぐじゅぐじゅってなっちゃうので、なるべくなんていうんだろう、こう下のスイカに負荷がかからないように、こうなんていうんだろう、例えばこういうとことかの隙にこのとんがった先をこうシュッて入れてあげるみたいな、こういう風に工夫してあげると、スイカの下のスイカがぐじゅってならないです。でね、この、ここをどうするかっていうと、はい。もう切ってる時点でこれを食べちゃいます。で、もう一つは、ここの部分を白いところまで、こういう風に落として、もうギリギリまで白いところまで切って落として、これを、これだけだとね、やっぱちょっとスイカの甘さが足りないので、使えるんですよ。ジュースに。この端っこをかき集めて、ブレンダーで混ぜて、ジュース化させるんですよ。そしたら、市販で売ってるようなスイカジュースのようなジュースが、お手頃で手軽に食べれます。飲めますので。ぜひよかったら皆さん、端っこまで使ってみてください。なんかね、漬物にしたりする地域もあるみたいですね。あんまり私、スイカのここの皮の部分で漬物とか作ったことないんですけど、私の、皮の周辺の、対策はこんな感じでした。はい。ここを食べるんだけども。うん。はい。というわけで、今回紹介したスイカは、鳥取県産の大エーススイカでした。いかがだったでしょうか？美味しそう！今の旬の鳥取県大エーススイカ食べてみたいなと思った方、いいね、グッドボタンよろしくお願いします。私もスイカ大好きなんです。私のスイカ愛聞いてくださいっていう方、コメント欄よろしくお願いします。暑くなってまいりました。皆さん水分補給して、熱中症対策もしてくださいね。スイカいいですよ。 SNS 各種やっております。インスタグラム、ツイッター、ブログ、そちらの方もフォローよろしくお願いします。それでは動画見ていただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。